2024年4月8日午前9時から、みんな大好き山岡屋より期間限定ホタテ塩豚骨ラーメン&つけ麺が発売されました。ホタテ塩豚骨ラーメンはホタテエキスと炙りホタテで仕上げられており、ホタテの旨味がじんわりと広がる塩豚骨スープが最高です。ホタテ塩豚骨ラーメンの具材を見てみましょう。炙りホタテ、メンマ、わかめ、チャーシュー、ネギ。麺は平打ち麺で喉越しがよく、スープとの相性も抜群です。炙りホタテが良い味出しておりますね。うまい。うまい。麺も美味しいですね。麺からのスープ、美味しい。今回注文したのがホタテ塩豚骨ラーメンプラス半ライスセット、税込み1080円、単品は税込み960円。ホタテ塩豚骨つけ麺は単品1020円、ライスセット1140円。つけ麺は今回頼みませんでしたが、こちらも美味しそうです。ニンニク入れずにはいられない。これだけで美味しそう。混ぜろ。完成ですね。どれどれスープはどうでしょう。うまい。やっぱりこの味ですね。わかめとチャーシューをライスの上に、オンザライス。スープも上からかけてくよ。そしたらチャーシューで巻いて食べてく。うまい。スープをひたひたに入れてもうまいですね。うまい。悪魔的なうまさですね。ごちそうさまでした。食ってみな。飛ぶぞ。